皆さんこんにちは、ワンダルグルージです。では今回はアウトバイアホー日本民主化プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ソ連がドイツに降伏してしまって、ドイツがご覧のようにむちゃくちゃ大きくなりました。この状態を受けてヨーロッパに派遣していた日本の陸軍海軍、これをすべて本土に撤収、ウラジオストクを占領して、そこからドイツを、ね、攻撃していくという作戦に変わっています。今回はその続きです。まずはね、あの前回の続きの通りに、このウラジオストクからモスクワ、そしてベルリンと大陸をまさに横断していきたいというふうに思っています。では早速時間をのんびりのんびり進めていきましょう。まあ、ドイツ軍に対してですね、部隊の数が、まあ、日本一国で見た場合圧倒的に足りていないという現状がありますので、しばらくの間はですね、徴兵制度、大規模徴兵に変えましたので、ここから来る人的リソースをすべて陸軍に回してでも軍の増強、特に陸軍の増強を行っていきたいというふうに思っています。日本軍ですが、順調に進軍を続けています。今帝国関東州の方にね、ついに国境を近づけたというところになります。陣営マップに切り替えるとこんな感じですね。連合国に入っている日本なので、枢軸国側を今東から突き上げているという状態になります。このまま進んでいきましょう。ドイツ軍の展開が遅い部分は、まあ、これ幸いということでですね、一気に壊滅を狙っていきたいと思います。まあ、今年はね、コロナで皆さんの生活、まあ、僕も含めてですけど、いろいろ変わったと思うんですけど、やっぱり一番変わったのがテレワークですかね。今まで、まあ、当然のように毎日電車に乗って通勤してっていうね、時間があったんですけど、まあそれがなくなりましたよね。まあ、どうしてもやっぱり通勤が必要な、まあ会社だったり職種だったり業種だったりっていう方いらっしゃると思うんですけど、僕の場合はまあそういう職種ではないので、今年はだからその出社したっていう意味で言うと、2月の末以降だと会社に行ったのは1回2回とかそういう感じですかね。あとはですね、美容院、まあ、髪を切りに毎月、行っていたんですけど、それももう行かなくなって、今自宅で自分でやるようになりました。まあ、ただね、慣れてきてとんでもないミスを犯しまして、バリカにアタッチメントをつけないままゴリッと行ってしまって、一部とんでもないことに今なってるんですけども、まあ、これもね、外に出て人に会うっていうことが、まあ、実質ほぼないので、まあ、そこまでね、弊害はないんですけど、まあ、慣れてくるとそういうミスもしちゃいますよねっていう。あとはですね、今年は、年末年始、去年の年末年始って言った方がいいのかな。2019年の、末から2020年の初めにかけて、ディズニーワールドに遊びに行ったんですけど、フロリダ、アメリカフロリダと。それ以外はですね、全く輝く方行かなかったですね。特に毎年、もうルーティーンとなっていたタイ旅行、シンガポール旅行も今年はついに一度も、まあ、行かずに終わったという感じでしたね。まあ、できればね、コロナが収まったらまた海外旅行なんかも行きたいなとは思いますけどね。おそらくワクチンができて、それが行き渡って効果を発揮してってなるのは、まあ、2、3年先になるんじゃないかなと思うので、なかなかね、海外旅行に大手を振っていくっていうこともしばらくないのかなとは思うんですけどね。まあ、ただその分お金がちょっとやっぱり溜まりましたね。このたった1年ですけど。旅行に行かない、遊びに行かない。と地味にね、髪行ってヘッドスパやってってやると毎回1万円ぐらいかかってたのも、自分で髪切るようになると毎月1万円浮きますし、やっぱりね、海外旅行行くってなると、10万単位のお金かかりますけど、それもね、今年は全く行かなかったっていうのもありますからね。まあ、お金はね、今後何あるか分かんないので、しっかり、引き締めるところは引き締めて貯めて、
使う時がまた来ればね、使っていければいいかなと思います。エグノは進行してるんですけど、ちょっと課題が一つ出てきてまして、もう工場がね、完全に不足してしまってるんですよね。工場が不足しているので、この貿易に使っている工場もうまくですね、コントロールしながら使ったり使わなかったりっていうのをね、ちょっとうまくコントロールしないと全く建設が進まないっていう状態になってしまってるので、ここはここでちょっと考えものですね。今建設級に軍需工場をドカッと入れてるんですけど、軍需工場を建設するために必要な民需工場が今全く稼働していないっていう状態になってます。これはですね、まあ、ひとえに輸入に、まあ、貿易ですね、貿易にお金をだいぶ使ってしまってるので、まあ、この貿易に使ってるお金を、軍需工場、民需工場をなんとかして回収したいなっていうところなんですよね。なのでちょっと資源もどこに眠ってるかっていうのは、まあ、しっかりと確認しながらですね、資源の回収もおいおいしていきたいと思います。まあ、ここでね、鉄なんかが13、10取れてくれば、鉄に使っている、貿易のリソースをね、建設の方に回したりなんていうこともできるようになってくると思うので、まあ、そこは優先的に確保するエリアを見極めていきたいと思います。さあ、ルーズベルトがいよいよ動き出した感がありますね。このまま連合国入りしてくれると戦局が一変してくれるかなという期待はありますけどね。日本軍いいニュースばかりではなくてですね、大連を失陥しました。大連を失ってドイツ側の軍の展開が、まあ、我々に対して結構ね、しっかりしたものになってきてますね。大連で敵を引きつけていたものがなくなったので、敵の展開がより、この、今、激戦を繰り広げているエリアに、部隊を送り込んでくる量が増えたという状態ですね。戦車の方の研究ですが、五式の中戦車、チリまで進みました。この後はですね、61式の戦車があるんですけども、これ45年で、今43年なので、年数のギャップが少しあるので、戦車の研究は一旦ここで終わりにします。重戦車とかに進んでもいいんですが、まあ、あくまでも中戦車中心に運用していきたいので、この後年数がもう少し進んだらですね、61式の中戦車、これの開発に着手していきたいと思います。まずアフリカの方なんですけども、アメリカがね、連合国入りしていないものの、イギリスの方に加担したことによって、でほぼ連合国の手に落ちたという状況になっています。まあ、このままアフリカの戦線を制して、ヨーロッパの方にね、部隊を送り込んでくれれば嬉しいなというふうに思うんですけども、そのアメリカ軍の動きなんですが、アメリカ軍ですね、もうすでにイギリスには到着しているようです。かなりの数ですね、合計で60手段近くがすでにイギリスに到着。これがノルマンディ上陸作戦じゃないですが、フランスの方に上陸して、あるいはオランダの方に上陸して、一気にね、ドイツと戦線を展開してくれれば、また流れが変わってくるかなというふうに思っています。はい。艦隊の方なんですが、少し2年で完成させろという納期に遅れましたが、超大型戦艦。ヤマト型の一番艦ヤマトが完成してます。これ、第一艦隊に組み込みましたので、このヤマトもね、活躍の場を求めて、また戦場に向かってもらいたいというふうに思います。現在のですね、海軍の展開状況なんですけども、ご覧のような形ですね。オホーツクでちょっと今制海権取れてませんけども、まあ、基本的には日本近海に関しては制海権取れているという状態です。これにヤマトが今加わってくれたので、さらに盤石なものにしていければいいかなというふうに思っています。制空権ですが、各師団に戦闘機と近接航空支援機それぞれつけてますので、部隊が展開しているところに関してはご覧のようにグリーン、つまり制海権が取れているという状態です。で、各師団の進行状態ですが、ご覧のような状態ですね。大連に関しては奪還しました。
まあ、ただその他の戦線大きく動きはない状況です。アフリカの方はもうほぼ全土がですね連合国側のものになりました、まあ、解放したという状況ですね。肝心のヨーロッパの戦線なんですけども、こちら一進一退ですね。アメリカの師団がここに60師団イギリスに待機している状態なので、これが参戦してくれれば、まあ、まさにね関ヶ原で、小早川が動く、山が動くということがあったように、アメリカ参戦とともに一気にヨーロッパの戦局も変わると思うんですが、まだ現状そこに至っていないという状況です。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回はなんとかアメリカの参戦を促しつつですね、極東アジアの方でも奮闘していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。